先生、それね、そういう大きな体験があって、竹との出会いっていうのはどこで始まるんですか？当時ですね、日本の、なんていうかな、生活環境がレベルアップしたっていうか、その高度成長期にあたって、全国でね、いろんな市町村でカルチャー教室っていう言葉があってですね、その中にね、竹を教えてた、八木沢恵三さんっていう先生がね、やっぱり工業高校出たもんだから、そのものづくりに対しての感覚が他の人と違うし、実家が親が大工さんだったもんですから、道具の使い方っていうのは、やっぱりそういうのが分かりやすかった。で、そういう教室の流れで、藤沼、ちょっと夜でもいいから、おじち遊びに来いよって言うんで、夜通うようになったら、そのたまたま本屋さんが来て、買いませんかっつって持ってきたんですけど、1ヶ月の生活費ぐらいかかるような高価な本だったんで、次の日に本屋さんに行って、昨晩の本屋、本ありますかっつったら、ありますって言うから、もう一回見せてくれって見せてもらったら、その作品そのもののね、竹というものを扱って、アート作品まで、芸術作品まで進化させた人がいるっていうのは初めて分かったんですよ。日用品を超えちゃってて、これは何なのっていうのがね、それに驚いて、それまで僕陶芸教室とかもやりましたから、で益子も言いましたし、笠間も行ったし、で漆もやりたいと思ったんだけど、輪島まで行っては勉強できないので諦めてましたけど、そこに竹のその作品集っていうのをね、その小野正雲先生が、亡くなって2年後に出てきた本なんですよ。だから本人にはまず会えなかったんですが、その作品集見た時に、その作品の持ってる、なんていうかな、力っていうか、人にこう与える感動というか、それがね、こんなことできるんだって、竹で。だったら僕もさ、一生かかるかもしれないけど、ここまで竹を扱ってできる人がいたっていうことは、僕でもできないわけじゃないだろうっていう、単純な、もっじとゃ単純あ、まあな発その想。本に出会って、やはりそのそうですね、竹工芸作家になるなりたいっていとう、いうのがもう固まっもうたと。固まってですね、一瞬でしたね、本当に。一瞬ですか。一瞬ですね、考える時間はもう見てる間に。